願いします。お願いします。はい、どうぞ。はい、もうすごく素敵なドレスなんですけれども、ちょっとこうアシンメトリーなデザインで、あの前浦井さんがあの前田愛子先生のお衣装はもうそのお衣装だけでその人物の性格を表すっておっしゃったんですけど、本当にその通りで、あのちょっとアシンメトリーないびつな女子アナ公爵という人がいびつな役柄なので、もうすごくとっても重いんですけれども、重いだけの素晴らしいドレスを着させていただけて幸せでございます。ありがとうございます。和気あいあいとしております。あの本当にあのこのカンパニーはみんながこう団結していて、日本版の笑う男のミュージカルを作ろうとしている気持ちがすごい高まっているので、このまま千秋楽まで突っ走っていけるように、今日ね、実はそのゲネと初日という、そして翌日も2回公演という超ハードワークなんですけれども、それもこのメンバーだからこそやっていけるんじゃないかなっていう気持ちでいっぱいですし、そしてダブルデアがとても彼に花咲いてくださっているので、この2人にみんなそのカンフル剤としてあのこう刺激されて癒されてやってるんじゃないかなと思っております。頑張れ頑張れ頑張れ緊張してます。まあ様です、ね。違います。違いますよ、ね。違う違う違う、ね。浦井さん。あ、やめて。まあちゃん、まあちゃん、まあちゃん。けんちゃんです。はい、で、で、ねねちゃんはねねちゃん。ねねちゃん。ねねちゃん。みさちゃん。はい。私はマーネーと呼んでます。かわいい。ね、みさたん。ね。仲良しです。はい。そうですね、その稽古中はまだ在籍してたんですけど、まあ、4月で卒業して、そうですね、でも特にその卒業したからどうなんか大きく変わったとはないんですけど、気持ちとしては卒業後の1作目で、それが日本で初ということとかもこう重なって、新しいスタートみたいな感じで、あの頑張るぞという気持ちでいっぱいです。そんなことはないよ。であるんですけど、でもなんか卒業した時とかのそのなんだろう感覚とか、その次の違う世界に飛び立とうとしてるみさちゃんを見て、なんかすごい懐かしいというか、自分もこうだったのかなとか、あの時の感覚とかがすごいちょっと蘇ったりして、すごい刺激をもらってます。はい、いやもうそうですね、私も卒業、まあ、2年ほど前にしたんですけれども、なんかすごい新しい世界にこう一歩踏み出す時、すごくワクワクしていた思い出があるので、なんか今美沙ちゃん見てると、本当その何だろう、もう輝かしい未来へ突き進むぞみたいな、すごいエネルギーが出てて、すごく私も刺激を受けてます、ねそうです。でもねねさんは同じ出会い役ということで、もう稽古の時からその卒業して、もう自分自身になったら本当にまあ自由だし、思いっきり今までこうグループの色とか考えてたかもしれないけど、自分の色をどんどん出していって大丈夫だよってアドバイスをくださったりとかしてて、今お作家さんもおっしゃってくださったので、そのエールを受けて、私は初日は明日になるんですけど、今日私も初日という気持ちで頑張りたいなと思います。